ポートしてくれた皆さん、そして両親、友達に、そしてもちろんイネスで、新しいパートナーのロスティン、感謝の気持ちでいっぱいです。今一番何がしたいですか？やっぱり今一番したいことは、やっぱり長らく1ヶ月以上日本とのコンタクトがうまく取れていなかったので、家族に会ってお話ししたいですね、ゆっくり。2007年度ミス・ユニバースの栄冠に輝いた森莉央さん20歳。10人の審査員の満場一致で見事世界77カ国の代表の頂点に立ちました。世界一の美女の称号を手に入れた感想は？世界大会に行く前から準備は着実とイネスと、そして周りのサポートしてくれた方々としていたので、自分の中で誰よりも準備してきた自信はあったので、決まった瞬間いかがでしたか？もう頭の中が真っ白になって、もうただただ驚いて、その瞬間のことは本当に覚えてません嬉しすぎて、びっくりしすぎて。でもやっぱりこのクラウンをもらって、ランウェイを歩いた時はすごい感動しましたね。リハーサル中にずっとここ私歩くぞと決めてたので55年の歴史を持ち、世界で最も権威あるミスコンテストと言われるミスユニバース。全世界の女性たちにとって手本となる女性であることが審査の基準とされ、外見の美しさだけでなく内面も重視されると言われています。歴代の日本代表は八頭身美人と言われた3位入賞の伊藤絹子さんを皮切りに、日本人初の優勝者小島明子さん、女優として活躍する萬田久子さん、ザ・ワイドのコメンテーターでもおなじみ写真家の織作峰子さん、去年見事2位に入賞したタレントの知花くららさんなどなど、日本代表として2人目の快挙を成し遂げたミスユニバース森莉央さん、私たちはそのルーツが垣間見られる貴重映像を発掘しました。それがこちら。15歳の森莉央さん、5年前通っていた母イッコさんのダンス教室の発表会です。ステージで堂々と踊るその姿はやはりただものではない感じ。この後カナダにダンス留学し、帰国後は母イッコさんのダンス教室でインストラクターをしていたリオさん、夢はブロードウェイのステージで踊ること。そんなリオさんの心を大きく揺り動かした出来事が、去年の知花くららさんのミスユニバース準優勝でした。きっかけは、私はクララさんをニュースで見たんですよ。その時に彼女の目の輝きというものにすごいグッときまして、でそれでインターネットで調べて、あ、すごい興味があるなと思いまして、それで応募したのがきっかけです。彼女みたいな女性を目指したいですね。森莉央さんです。日本国民の一員として日本を誇りに思ってますし、それをメキシコでアピールしてきます。そうですね。 First runner up is Brazil. And so Miss Universe 2007 is Japan. Miss Universe 2007.日本代表に選ばれてからは憧れの知花くららさんとメールをやり取りするなど交流を深めているリオさん、折しもそんな知花さんが現在出演している CM をリオさんが引き継ぐことになりました。そして完成した CM がこちら。美しく輝く2007ミスユニバースジャパンを応援します。世界一の美女の称号、
ミスユニバースとなった森莉央さん。今後1年間はニューヨークを拠点にミスユニバースとしての活動で世界中を飛び回るほか、映画学校などで学ぶための奨学金を受けるなど忙しい日々が待っています。この後莉央さんはどんな道に進みたいと思っているんでしょうか。ブロードウェイを目指そうと思っていた、うん、その夢というのは、今後はどうするか。まだつながってます。あ、なるほど。もちろんあのこれをやったからそこから外れたというわけではなくて、この大きなチャンス、この得たそのタイトルによって自分の夢がもっと近づくプラス広がったということで、そのダンスやパート、パフォーミングアーツを通してこう人々とつながり、コミュニケーション、そしてチャリティーにつなげていきたいなと思っています。今はレポートされる立場だと思うんですけれども、自分でそういうなんかレポートをなさったりとか何かを伝えたりするというようなお仕事の方に興味はありますか。ありますね。やっぱりあの私はやっぱりレポーターになりたいっていう夢は今までなかったんですけれど、自分の気持ちを質問したいとか、自分の持っていることをこう世間の皆様に伝えたいという気持ちはたくさんありますので、やっぱりテレビに出るとかそういうことは全く考えないですけれど、やっぱりそのようなオファーがあれば、そのようなことに携わることができれば喜んであのやりたいと思うんですけれども、まあ今自分の目の前にあること、やっぱりミスユニバースとしての仕事をあの一生懸命やる、やっぱりこれが一番の今の目標ですので、その後のことはこれから考えます。